が一人一人このチームはしっかりカラーがあります、私が北見に戻ってくることができて、作りたかったチームというのは必ず一色ではなく何色かの色が混じり合ってできるチームという目標を立てて一人一人のキャラクターというものを大事にしたいなという気持ちもすごくありました。一人一人、北見市内で各スポンサーさんに大事に大事にサポートされて今カーリングを 100% の状態でプレーをすることができています。それをまず一番に感謝しておりますし、そのさらに周りにも、北見市民の皆様たくさんの温かいご声援を日頃からいただき本当にありがとうございます。この先オリンピックあと何日かカウントダウンが始まっているようなんですけども、まだまだ時間はあるというふうに思っています。選手はオリンピックに対して喜びや楽しみの他に恐怖心や不安というものを抱えて日本から出発すると思います。それと向き合うのがピョンチャンでのアイスでの時間になりますので、その時に恐怖心に打ち勝つためにやはり皆さんのロコ・ソラーレ頑張れという応援が必ず力になると思いますので、もしかしたら負ける試合もあるかもしれませんし勝つ試合もあるかもしれません。私たちもその勝敗というよりは一つのショットに対してチーム全員が力精一杯尽くして一つ一つ決めていきたいと思いますので、最後まで私たちと一緒に戦ってください。ピョンチャン五輪終わるまで皆さんよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。頑張ろう頑張ろう、ありがとうございます。